1000平方キロメートルあたりの、えー、資源探査というものを行う場合には32キロの、えー、と長さで4点ですか、えー、とこれを、えー、とピストンコアというもので探索するだけで資源量が把握できるというお話をされていたと思うんですけれども、まあ、この、えー、と資源探査という段階でもそして、えー、と実際に、えー、と開発していく上えでの、えー、と採,掘採掘というものが始まったときに、えー この穴を掘っていくといいますかという作業が地震を誘発するようなことというのはそういうリスクというものは考えられますか加藤参考人、えっと、ご質問いただきありがとうございます、えっと、まずあの探査について1 0 0 0キロの1000平方キロメートルであれば3 2 k け× 3 2キ,キロで はいそうですあのピストンコアラーていうのは実は長さ的には1 5メーターぐらいなんですね1 5メートルの金属管をですね自由落下させて泥の資料を私たち取っております実はそれが非常に簡便にできる探査の方法で1日ですね2本取れるんですねあのだからまあ移動を含めてあのやろうと思えば3日ぐらいで 4本であれれば取れるとただしそれはまず概略の資源量なんで実際にですね、えー、本当に開発しようと思ったら、えー、と我々としては5キロかける5キロぐらいのグリッドで、えー、探査をやってですね一番やっぱりいいところがどういうところかということを把握することがまず大事であると,で、えー、とあの先生がでご懸念のですね地震を誘発することがないかっていうことに関しては私たちはですね海底面の 開発するのであれば海底面の表面の、ね、1 5ートルぐらいがターゲットであるとそれより深いところをやるつもりは全くない経済性が良くなりませんからあの海底面に近いところでよりいい資源を見つけようと思ってますので、えー、実質的には海底面からです、ね、5メートルぐらいのところで泥を上げるとそういうふうに考えると地震をです、ね、誘発するということは、えー、とほとんどあのそういう心配はあのございません。はい、以上ですなるほどか ありがとうございました。あの心配部分が払拭されました。ありがとうございます。えっと続きましてですね、えー、豊田先生にお聞きしたいんですけれども、えー、っとそうですね。えっと原子力をエネルギーとして選択するということを、えー、選ぶならばですね、まず必ず考えなきゃいけないのがやはりえっと。 核のゴミ捨て場をどうするかという議論になると思うんですよね。使用済み核燃料についてどうするのか、最終処分の方法に関しまして先生にもしもえっ、ー、とそなんですかいろいろご存知のことがあれば教えていただきたいと思います。豊田参考人。はい。ご質問ありがとうございます。あのゴミ、えー、捨て場まあのハイレベルのあの放射性物質を、えー、処分することにまあほぼ 成功した国はフィンランドなんですね。あの、えそしてスウェーデンがそれに次、フランスがもうちょっとっていうぐらいな感じだと思います。で、あの。 えー、実際には地下に埋める地層処分と言われていますがそういう形だと思います、で技術的にはあの、まあ、フィンランドが実際やってみないと確実したとは言えないかもしれませんがフィンランド穴も掘りそしてあの実験をしながら安全性も確認しながら今やっていてあと数年で、えー、あの実際に現実のものにすると。 いうふうに思いますので、まあ、ほぼこの地層処分のやり方というのは確立してきていると思います。で問題はあのその、それを受け入れる場所がないということですね。であのフィンランドはそれを受け入れた国場所があり、まあ、スウェーデンも場所は決まっている。でアメリカでさえ 決ままっておりませんしで日本はそれを今、えー、民間に任せていたのを、まあ、国主導で、えー、その要件をまず整理をしてそしてそれに当てはまるところを公、えーまあ、募するみたいな形になるんだと思います最後はどうなるのかこれからの問題ですが、えー、ほぼその頭の整理はできていて夏ぐらいには夏前には そう,いう形し、世の中に公表されるんで、その中で、その中で、かと思いますしたがって、むしろ技術的な問題というよりは、広報値の選定の問題だと思うんですね、広報値の選定が難しいのは、もうすべてのことが理解されているように。 私の庭の裏には持ってこないでねという考え方ですので、まあ、そういう意味でどこまでコンセンサスを取れていくのかというのは重要なことだと思いますで一言だけあの私そのフィンランドの、えーまあね、オルキロートの現地に行ってどういうふうにしてあのコンセンサスが取れるのかということを考えましたら、まあ、それは、えー、安全保障だって言ってましたね あのフィンランドの場合には、100%、えー、化石燃料のほぼ100%、とりわけ今、天然ガスですけれども、天然ガスの100%ロシアに依存していて、そこからの依存度を可能な限り下げたいということで、えーまあ、国民のコンセンサスがあの取れていったということだと思います。で温暖化についてはもうヨーロッパ全体 が、あの高い意識を持っておりますので、えー、温暖化だけだとフィンランドが何で早かったのかというのは説明がつかないんですが、あそこはあのプラス安全保障ということの意識が非常に高かったということだと思います。で、日本の場合にはあの中東に依存する具合いも非常に高いですし、安全保障も重要ですし、温暖化についてはややあの。 えー、福島以降、意識が低まっている感じがいたしますし、ここは高めていかないといけませんし、まあ、コストについては、先ほどの先生以来、たくさんの先生方のご質問でいろいろ議論はあるかもしれませんが、まあ、相対的には安いということに言われていると、ただ、完璧でないのは、安全性についての懸念でございますので、ここについてはやはり規制委員会の大きな役割というのを、私どもも期待をしているということでございます。 あの今のお答えに対してそして加えて、えっと、お聞きしたいことがちょっと出てきたのでお聞きしてもよろしいでしょうか。えっとですねえっと 今、先生に教えていただいたのは、ヨーロッパにおける地層処分のお話だと思います。で、えっ、ー、と、まず日本とそのヨーロッパを同じように考えていいのかというのが一点。というのは、えっ、ー、と、例えば日本は、地震大国といわれるような状況の中で、地層処分というのが本当にふさわしいのか。で、一方で地震が少ないヨーロッパでは成功したという例。でも、その中でもドイツ、私、あの直接私も言っ,たことがあの言ったことがありますけれども、えっ、ー、と、中間貯蔵というところで止まってしまっている。 最終処分っていうのはあと一歩ってとこで白紙撤回されてしまった。で、中間貯蔵になったり、えー、がダメ、中間貯蔵の時点でもダメになってしまった理由は何かっていうと、人間が掘った穴によって水が通る道ができてしまって、で、水っていうのは一番大敵であると。 いう部分で、えっ、ー、と、本当にちょっと絶望的な状況になってしまっているという現実があると思います。えー、地震、加えて地震が多い日本でこの地層処分というのはそのまま、えっ、ー、と、スライドしていいものなのかという部分が、えっ、ー、と、一つ。そして、えっ、ー、と、先生のお示しになられた、えっ、ー、と、 資料ですねこれは22ページになるんですかね、えっと、この中にはですねこの最終処分のコストという部分も上乗せされているのかという部分をお聞きしたいのと、そしてその最終処分というのは何年という目処でこれコストを上乗せして、この原子力が一番安いという値段になっているのかという点をお聞きで,できればと思います提田参考人、はいえー、ご質問ありがとうございます。まずあのーえー まあ地震大国と言ってよろしいんでしょうかね、地震の多い日本と、特にあのフィンランドは地震が少ないところだと思いますので、その比較の議論、非常に重要なあの論点だと思います、ただそれはですね、先ほど国が一定の基準を決めてということを申し上げましたが、岩盤の硬さ、え。ー 全体として自信があ,のあるのは事実ですけれどもその中で。 日本の中で岩盤の硬さというのが一定の規模である部分を探しているというふうに考えていただいてよろしいかと思うんですね。だから、その中に、まあ、言ってみれば、あの地下の倉庫を作るような形で作るということですので、あの、どこでもいいというわけにはいかないと思います。そういう意味では、あのフィンランドなどと比べればいよほど見つけるのは難しいけれども、ただまあ、これはあの専門家の先生方が集まって。 そういう要件を決めてそして今一定の候補地を見つけているという意味においてはその点は地震国でも十分対応できるような場所を今見つけつつあるというふうに理解を しております。からあのコストの中に入っているのかということなんですけれども、この22ページの,あの表の中でワーキンググループはそれを入れております、ただですね、あの先生のご指摘は、それがもっと大きくなったらどうかとか、えその間違いはないのかということについてなんですけれども、あの非常に見にくい表で大変恐縮なんですが、この 左の,あの棒グラフのすぐ上に、原子力の感度分析っていうのが入ってまして、そこにあのえ例えば、その廃炉にしても、費用が倍になったらどうなりますかというような計算もしてるんですね、感度分析という形で,で、ここでえ2倍の場合には、例えば廃止措置費用が2倍になったらばプラス0.1円上がりますというような計算もしております。 だからあのオーダーとしてはです、ね、2倍になっても0.1円、えー、3倍になっても0.3円というようなオーダーの計算はしております、まあ、これ、あのえー、私はあの参加してなかったんですが、あの専門の方,の方々が10名ぐらい、私ども研究所から1人、あの専門が入っておりましたけれども、えー、そういう方々の一応のコンセンサスだと考えていただいてよろしいかと思います。 山本君ありがとうございます、えーとまあ、一般的には、えー、とその核の処分、えー核,のえー、核燃料、えー、使用済みのもののどれぐらい、えー、保存しなきゃいけないのかということに関しましては1万年とか言われる声もありますし、10万年、私が直接ドイツでその、えー、処理をしている廃炉作業、そしてその処理をなさっている省庁の方に伺ったら、えー、低レベルも高レベルも。 100万年の管理が必要だというお話をおっしゃってたので、これ、まあ、1万年にしてもその分、コストを上乗せしたら原子力が一番安いなんてことになるのかなって少し心配してしまいました、ありがとうございます、えーっとですねえー、本日の資料の中にもあったんですけれども、なぜ原発事故が起こったかという部分に関しまして、豊田先生は、これ、事前の資料だったんですけれども、原子力安全機構の独立性、た保たれていなかったこと。 まあえー、独立した規制機関がなくても安全を保てると過信していた部分があったんだと、けれども事故後は独立した原子力規制委員会が作られた、そしてもともと日本は安全基準は世界トップクラスだったというようなあのお話だったと思うんですけれども、でえー、と本日の資料の中にも技術ではもともと OK、そして制度でも今や OK と表現されている部分が、えー、あったと思うんですね、32ページになるんですかね。 でえっと、ここにです、ね、少し気になることがありまして地震には耐えたというのが技術 OK の部分にありまして地震に耐えたという部分がちょっと不思議に思うのは要は、えっと、国会の原発事故調の、えっと、報告最終報告とは大きくずれる部分なのかなという。 部分なんですね、まあ、報告書は揺れが機械を壊した恐れが解明されていない中で今回の事故原因を想定外の津波として片づけているのには受け入れがたいと強調したと、まあ、これ、政府や民間が設けたえ事故調は必ずしも地震の揺れが危機に深刻な影響を与えないとは考えていなかったとっいうものとは少し逆といいますか。けれどもえ国会事故庁では これは地震も原因があるだろうと、まあ、ある意味、これちょっと、えー、真相の究明というのがまだなされていないという部分で、えー、と非常にこの、えー、地震には耐えたという見解というのが、えー、とまだ安全神話というものが生きているんじゃないかというような考え方にはなってしまうのが怖いなという思いがありますであの、まあ、原子力規制委員会の委員長田中さんもですね、えー、適合性審査であって安全審査じゃないよと。 政治的には分かりやすい意味で安全だということをおっしゃったのかもしれないということをおっしゃってて、まあ、まあ、絶対はないというのは当然なんですけれども。まあ もう一度事故が起こったときにはおそらくこれ本当の経済破綻がやってくるんだろうなというふうに思うわけですね。政府は22兆円つっているものが民間のシンクタンクでは50兆から70兆かかるだろうという話も出てます。まあ、スリーメルドダウンという世界初の史上最悪の東電事故ですから資産額を超えるのは当然のことだと思うんですけれども、その一方で政府の地震調査研究推進本部では、 首都直下地震が30年以内、マグニチュード7で70%、東海地震30年以内にマグニチュード8、87%の確率、南海トラフも60から70%の確率で来るという話なんですよね、先生はこれらに原発が実際に耐えられるっていうお墨付き、今の時点で、えー、出せますか豊田参考人はいあの、ご質問ありがとうございます。 あのまあ真相の究明が終わってないんではないかということについてはさまざまな議論があろうかと思いますが私の理解はあの先生が今お使いになった言葉として申し上げればえその事故の原因は何なのか地震がえその直接の原因だったのかどうかということについてはえおそらくあの多くの学者の方々は 地震ではもちろんあの、えー、損傷した部分はあろうかと思いますけれども、えー、そ,それで、えー、全電源喪失したのではないと、全電源喪失をしたのはその後に来た津波によってであったと、で従ってです、ね、あの津波対策、えー、別の言葉を言って申し上げますと、今回の場合は全電源喪失対策はなかった。 全電源喪失対策はです、ねえー、欧米ではもう当然、視されていたんですね、9.11のテロ以降、これはあの、えー、審査機関の基準の中にみんな入っていた、日本の場合にはそれが残念ながら、まあ、私は過信もあったと思います、えー、それができていなかった、独立した規制機関がお互いの,、えー、その規制を比較し合いながら、 統一基準を作っていけば、日本もそうなっていなかったんではないかというふうに思います。であの、お墨付きを与えられるかということについては、あの大きな事故が起きない対策は、今の体制あるいは安全基準で、これ、ちょっとこの言葉を使わせていただきたいんですが、許容レベル。 リスクというのはゼロにはならないけれども、許容レベルまで下げることはできるという言い方が欧米の考え方です。ゼロではない、許容レベルであると、分かりやすいのは、飛行機に私ども乗りますけれども、事故の確率はゼロではないと、だけど私どもが飛行機に乗るのは許容レベルまで下がっているからであると、でこの考え方をあのこの原子力に同じように当てはめれば、 お墨付きということあが適当かどうか分かりませんけれども、許容レベルまで下げることはできるということについて、私は信頼、えー、してよろしいかというふうに思っております以上で、えー、質疑も好きなようでございますが、予定の時刻も参りましたので、以上で参考人に対する質疑を終了いたします。えー、豊田参考人 中上参考人、加藤参考人、および歌川参考人におかれましては、長時間にわたりまして、貴重なご意見をお述べいただきまして、誠にありがとうございます。本日お述べいただきましたご意見は、今後の調査の参考にさせていただきたいと思います。本調査会を代表いたしまして、改めてお礼を申し上げまして、心からお礼を申し上げる次第でございます。ありがとうございました。 本日はこれにて参加いたします。お疲れ様でした。